水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえから。お前が奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらうのさ。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、ここが本当にあいつの国なら、もっと助けられるはずだ。この国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てちまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが。血の目したいらしいな。でもお前を目障りな敵と認めよう。柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。伏せろ。私の海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。
リビが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでる、死んだ時はそれはそれだ。どこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーラ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてて、私一緒には行けません。
今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから、いけません。そっか。私は印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。出航！勇敢な海の戦士に俺はなる！